はい、どうもこんにちは、 AI アートジャパンです。今日は便利な拡張機能を紹介したいと思います。まず1つ目、プロンプト入力の文字を大きくするという拡張機能になります。このような形ですね。通常は多分ここのフォントのサイズと同じなんですけれども、大きくなってますね。倍ぐらいですか？うん、フォントサイズを大にするということらしいです。結構プロンプト入力には時間を割く部分だと思うんですけれども、間違ってないかなとかいろいろ確認したりとかで、結構長時間の作業になると目の疲れとか起きてくると思うので、この辺のストレスを軽減してくれるいい拡張機能なんじゃないかなと思います。もう一つの紹介する拡張機能はこちら、ジェネレートフォーエバーのボタンをこのジェネレートボタンの下に配置してしまうという拡張機能になります。ジェネレートフォーエバーは多用するので、ここを右クリックで選ぶんですけれども、ボタンがあるとワンクリックで済むのでちょっとだけ楽になります。この拡張機能を入れると、ジェネレートボタンの隣に無限のマークって言うんですか、このインフィニティみたいなマークが表示されます。で、生成中はこれが回転してますので目につくと思います。この注意マークって言うんですか、これになっている場合っていうのはシード値が固定されている状態です。はい、わかりますね。シード値が固定された状態でジェネレートフォーエバーを押して寝て起きたら、はい、大惨事ですね。危ないです。だいぶ親切な設計なんじゃないかなと思います。ではインストール方法ですね。インストール方法は共通で、エクステンションズタブからインストール from URL を開き、URL for extensions Git リポジトリに導入したい拡張機能の URL を貼り付けます。下部のインストールボタンをクリックします。するとこのような表示が出たら、インストール成功なのでリロードしてくださいね。インストールされてますね。フォントが大きくなった UI を見てみましょう。画面サイズが 100% の状態ですね。わかりやすいように長めの適当なプロンプトを読み込んでみましょうね。プロンプト欄の表示が大きいフォントサイズなので、どうですか？見やすくないですか？画面サイズを縮小すると画面全体が見渡せて、プロンプト欄はなんとか見える状態になりますね。これで画面サイズ 75% ですね。画面サイズを小さくしておくと、ローラとかの表示がバチクソ見やすくなってくるのですよね。この前紹介したローブテーマの UI なら、ローラがサイドメニューとして表示されてバチクソ見やすくていい感じでしたが、 Easy プロンプトセレクターのメニューが見えなくなっちゃうのですよね。あわわわわ。ということで、今回はプロンプト欄のフォントサイズを大きくして見やすくする拡張機能と、ジェネレートフォーエバーボタンを配置し、シード値が指定されていることを注意喚起してくれる拡張機能をご紹介しました。どっちも地味に生成環境を改善してくれる素晴らしい機能だと思います。次に紹介するのはコンフィ UI のカスタムノードとなります。このカスタムノードはノードを接続する際に線をすっきりさせてくれるノードとなります。これを見てください。実はこれつながってます。ではとりあえず右クリックから探してみましょう。これですね。このエブリウェア、これの中に入っているエニシングとかプロンプトとかっていうノードなんですけれども、このノードの使い方を見ていきましょうね。適当にちょっと何か適当にワークフローを出してみましょう。例えばですね、このチェックポイントローダーのクリップからクリップテキストエンコードにリンクされていますね。そしてクリップテキストエンコードからこういう形で、わかりますかね、こうサンプラー側のポジティブとネガティブにこうお互いリンクされていますよね。ここにこのエブリウェアをかましてあげますね。クリップテキストエンコード専用のノードがこのプロンプツエブリウェアとなります。早速セットしてみましょうね。
これはどういうものかというと、このコンディショニングからここにこうつなげます。すると勝手にこうサンプラー側のポジティブにリンクをつなげてくれるんですよね。北側のマイナス VE 側につなぐとネガティブに勝手にリンクしてくれます。わかりますかね。このような状態になりますね。リンクを逆にすると下側につなげるとネガティブに行きます。上につけるとポジティブに行きます。こういうことですね。ではちょっとサンプラーを増やしてみますね。するとこのようにリンクされてます。要はエブリウェアにつなげたリンクをつなげられるノードがあれば全部勝手にリンクしてくれます。で、これリンクされたくない場合はですね、例えばですけど何か別の入力で塞いであげればそこには行かないよということでありますよ。クリップテキストエンコード専用のノードがこのプロンプツエブリウェアとなります。ポジティブとネガティブを勝手に分けてくれますね。次はプロンプト用じゃない方の通常のノードを見てみましょう。エニシングエブリウェアという方のノードですね。3とついているものはエニシングエブリウェアが3つセットになっているバージョンです。ではこのノードからモデルというアウトプットをエニシングにつなげると表示が変わりますね。するとこのつなげたモデルをインプットできるノードがある場合は勝手に全部つながります。ほらこういう状態になりますよ。なんか便利そうでしょ。単品の方はこれですね。じゃあクリップもつなげてみましょうか。さっきのモデルと同じようにこのようになりますね。単体の方にもつなげてみましょうか。エクセレント。ちなみに対象ノードにマウスオーバーするとここにつながってるよってエクセレントなリンクが出てくるのですが、最初は確か出てこない設定になっていたと思います。設定を開いてもらってここのマウスオーバーってやつをポチクリしてください。チェックが入っていればマウスオーバーしている時限定でリンクが表示されます。このノードはリンクをすっきりさせてくれるので一見便利そうなのですが、私のような初心者にはどことどこがリンクしているのかわからなくなってしまうので、この設定をオンにしてリンクを目視できるようにしてます。ちなみにリンクされているインプットはよく見るとなんか点灯してます。なので点灯してたらどこかのエブリウェアがつながっているってことですね。さらに詳しい使い方は限定動画の方でやりたいと思います。背景透過画像を生成できる拡張機能、レイヤーディフューズを使って背景が透明な画像を生成してみたいと思います。今回は WebUI Forge を使って生成してみますね。現時点では SDXL のみ対応とのことなので SDXL モデルでの生成となります。それではインストールを済ませたら UI 株にレイヤーディフューズが表示されていると思うのでここを開きますね。イネイブルにチェックを入れます。メソッドは一番上の OGTI で OK ですね。この状態で生成するだけのようなので適当なプロンプトを入れて生成してみましょう。姉様、さすがに適当すぎてバチクソ下手くそな画像じゃないですか。オラさんはこんな感じじゃなかったですか。ギャラリー下部にサムネイルが2つありますね。これの右側の背景が透過されている方の画像がそうですかね。左側の背景が市松模様みたいな方の画像はいつもの場所に保存されているのですが、背景透過された画像がどこに保存されているのかよくわからなかったです。なのでとりあえず右クリックから画像を保存してみました。わかりやすいようにペイントソフトで背景に色をつけて見てみましょう。おー、バッチリ背景透過された状態ですね。ペイントソフトで自分でくり抜くよりも綺麗かもしれませんよ。次は地獄少女を生成してみましょう。こちらは背景が透過された画像が出てきませんね。
リファイナーをオフにしたら透過されましたね。他にも画像サイズが512や768、1024などの値じゃないとエラー出ますかね。フォトショップに入れて細部を観察してみましょう。この透過具合はかなり綺麗じゃないですかね。自分でやるとなるとなかなかここまで綺麗に抜くのは時間かかりますよ。自動で背景を除去してくれる機能もありますが、画像によっては人物の動色部分も抜けてしまったりで結構手間がかかる場合も多いので、切り抜き画像が必要なコンテンツを作成する場合、最初からこの機能で背景透過しておくと効率がいいですね。他にも背景画像と切り抜いた画像をブレンドしたりもできるようですが、画質がかなり悪くなるので現状は使えないですかね。私の設定が悪いだけかもしれませんが、背景と被写体は分けて生成した方が後々合成で様々なシチュエーションを表現できるのでいいかもしれませんね。それでは今日はこの辺で、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。バイバイ。